どうぷがばりです。今日は、上野の山男フットギアさんに来ております。店内に入っていきたいと思います。配色が素敵ですね。あとマックス97ですね。今流行ってるあとはこのドッグホースもありまして、赤もあるんですけど ね、レディースですね。あとこちら黄色もいい色ですね。こちらも一応ウーマンサイズレディースというかですけど、でもあれっすね、27センチなんで、はい、ポジットもありまして、あと次はジョーダフォーモータースポーツがセールですね、はい、あとはジョーダン5のちょっと高いラインのやつっすね、はい、ジョーダン8かっこいいやつじゃないですけど、オリジナルカラーじゃないけど 30% オフになってるんですね。真っ赤なやつ、あの12月に発売されたジムレッドでしたっけ。あとこれかっこいい、ジョーダン13ですね、はい、13なんてカラーでしたっけ。これかっこいいですね。あと通気性が最高なジョーダン11のローカットですね、はい、あと11のネイビーとジョーダン12のローの黒ですね、はい、あとベイパーがあります。でもこれ多分レディースのみだとは思いますね。一応26なので、多分メンズのお尻の小さい方でしたら入るのかと思います。あとカルブのあれがスニーカーがありますね。この紐がビヨーンって伸びてるやつです。はいはいはい、かわいい、かわいいです。あとゲータレードのジョーダン1があります。多分これはレディースのみだとは思うんですけど、だからメンズの足の小さい方だったら、青もありますね、はい、あとこちらゲータレードの、6のカーマインみたいなやつなんですけど、これもレディースだったらあるのかな。 24.5 だからマッシュさんだったらギリ履けるんじゃないかな感じですね。オースワンのスペシャルフィールドとか、あと何ですか、このオースワン、なんかこの赤白のがめっちゃ流行ったやつ、名前わかんないですけど、コガネムシのオースワンがあります。あとね、スピリドンがあります。スピリドンはメンズですけど、まだあれですね、なんかダンプオリジナルカラーっぽいダンプで、吹き口がちょっとエナメルっぽいな。SB ですね、SB。あとこちら SB の、赤白ですね。あとこれかっこいい、このハラチオリジナルカラーっぽい感じで、すごいかっこいいです。しかもタンがこれ例のね、あのオリジナルっぽい感じで、すごい僕的にかっこいいと思ってます。ちなみに僕は今日ハラチを履いてます。あとチャッカモックもあるっすね。これかっこいいな、チャッカモック。このチャッカモックすごいかっこいいっす。素晴らしい、かわいいっすね。マックス90とか、あとマックスのこれもすごいかっこいい、なんかステューシーマックス風味なんじゃないかなー感ですね。このマックスもかっこいいな。これ多分バレンタインデーユニカーですね。これなんかシャーベット色風味なマックスとか、はい、
あと長打マンのオールスターがあるしね、フライニットの長打マンもありますし、結構長打マンもまだある感じではあるっすね。長打マンもまだあるっすね。このボスはすげえなんか角度によって表情が変わるっぽくて、ちょっと玉虫色なんじゃないかなぁ感じですね。あとディアドラの、こちらもすげえ玉虫色ですか、色がすげえ変わる、なんかガソリンをこぼしたんじゃないかなぁ感の色使いで、すごいかっこいいですね。うわかっこいい、すげえいい色、これ素敵です。フマラがあるっすね、はい、うわかっこいいな、フマラ懐かしいっすね。あとプロゴールドの銃弾はローガーです、かっこいいな、レジス展開のみでしたっけこれって、ね、すげえかっこいいっす。あと、キャップもあるっすね、すげえ、あ、ジョーダンのコップとかかっこいいっすね。あーいいな、このナイキのキャップもまたシンプルですごいかっこいいっすね。ちょっと心揺さぶらせてくるんじゃないかなー感あるっすね。ということで本日は山男フットギアさんの1号店へ行ってきました。はい、またお時間ありましたら見ていただけたらと思います。以上です。どうも。